こんにちは、つっちです。今回は北海道ゴルフ5カントリーリバイコース東コースの4番ホール、レギュラーティーからピンまで299ヤードミドルホール攻略を紹介します。当ゴルフ場はゴルフ5レディスプロゴルフトーナメントを2023年9月1日から9月3日に開催します。4番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットグリーン奥に池があるミドルホール、ティーショットは左右のバンカーの間を狙い、セカンドショットグリーン面が見えず奥も池のため正確なセカンドショットが求められます。グリーン常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。東コースの4番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで299ヤード、ハンディキャップは9、短いミドルホール。難易度は9ホール中8、平均スコアは5.01、平均パット数は 1.96。100切りの人は3オン2パットが無難です。東コースの4番ホール。パー4、レギュラーティーからピンまで299ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、グリーン奥に池があるミドルホール。ティーショットは、左右のバンカーの間を狙い。東コースの4番ホール。パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーン面が見えず、奥も池のため、正確なセカンドショットが求められます。東コースの4番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。次回は東コースの5番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。